かつてこの世界を支配していたのは獣だった。人間は獣に狩られる餌だった。しかし獣に立ち向かう者が現れた。ブリンガ、大狩猟時代の幕開けである。主人公は世界一のブリンガーを目指す期待の新人、18歳の若き戦士ウエンス・クラージュの記事を読みながら、まるでヤフーニュースのコメントばりに質の悪いヘリクツばかり並べるニート、母親にいい加減就活しろと叱られ出かけるニートは、街で可愛い女の子に声をかけられる。俺にもモテ期が来たかと浮かれるニートだったが、単なるキャッチでした。どう見てもカモです。結局母親からもらった食案費用でガールズバーに行ってしまい、しっかりぼったくられるニート。しかしそこには今朝記事で見た期待の新人ウェンス・クラージュの姿が。あっさり助けられるニートはそこで彼の実力を目の当たりにする。強きイケメンウェンス・クラージュ、どうやったらそんな風になれるんだ、教えてくれ、そう問いただすニート。彼はただ一言、今できることを全力で。ニートは子供の頃抱いていた夢を思い出す。毎日をただ堕落に玉振りし、どうやってもうまくいかなかったけど、この物語は期待の若き新人に感化されたニートがブリンガーを目指し奮闘する、はずもなく今まで通りニートであり続けようと改めて決心する話である。